んにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松本幸です。アシスタントの陽武幸です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、今日も質問いただいておりますが、こちらは長野県の60代の男性からです。武蔵川部屋では将来に備えて個室を何部屋ぐらい用意していたんですか。松武蔵さんの現役中に何人の関取が出ましたかというこういう質問なんですけども、まあ、どこのね相撲部屋でも、まあ、将来こう関取が出るかもしれないということで最初から個室っていうのは用意してるかと思うんですけど、僕最初に入ったのは出羽の海部屋でした、はいはい、半年後武蔵川部屋独立と同時部屋が新しくね、そして新しい建物とかを用意したわけです。そうです。親方、武蔵川部屋を用意して、そしたらその時にももうすでにこう将来を見据えて個室みたいなありました。まあ大きい部屋と中ぐらいの部屋がね、大部屋の他に2個だけね、用意されて個室はありました。そうですか、はい、それから移転されたっていうことなんですけども、なんでね、ですから元の部屋ではその個室は室の目を見ない、マネージャー室になってたり、はい、もう1個の大きな部屋はなんか米とかいろいろ入って倉庫みたいになってましたよ。そうですか、はい、っていうことは、まあ、武蔵川部屋だけじゃなくて他の部屋でもね、まあ、個室用意したけども、うん、結局は日の目見なかったっていうようなこともあるでしょうね。まあね、うちの部屋はね、うん、それから引っ越すんですけども、はい、引っ越す、ね、半年ぐらい前に武蔵丸さんが入ってきたんですよ。そうなんですね、はい、移った日も、はい、もちろん個室はありましたし、何部屋ぐらい用意されてたんですか。新しい部屋にはね、うん、1,2,3,4 つ、そしたら4人ぐらい関取が出ても対応できるようにっていう、そうですね、そのくらい、そうしたらかなりさ、最初の場所に比べても広かったんですか。そうですね、最初の部屋、大きな普通の家みたいな感じで、もう新しく引っ越したところはなんかちょっとビルディングみたいな感じの部屋でした。はい、今はね、はい、そこは藤島部屋がね、武蔵山の藤島部屋がここを使ってるみたい、はい、でね、そこの新しくできた武蔵川部屋、広々した廊下とかで、かつその個室もね、はい、小中中大ぐらいの大きな部屋が4つぐらいありました。そうなんですか、はい、そしたらそのもうそっちの新しい部屋に移ってしばらくしたらもう武蔵丸さんとかが、そうですね、でも武蔵丸が十両に上がる前にね、はい、1990年の11月だったと思います、はい、近代から来た大紀行というね、はい、力士が武蔵川部屋の第1号の関取になりました。そうなんですか、うん、それはそしたら新しい部屋に移ってからぐらいですか。そうですね、うん、新しい部屋に移ってもう間もなく、うん、大紀行さんっていうのはそしたら相当出世が早かったんですね。もう幕下付け出しの資格を持ってたんで、うん、トントン拍子でしたよ。そうですか、重量なんかも一場所通過なんかして、すぐに幕内に上がったんですけども、まあね、いろいろ怪我なんかもね多くてね、そうなんですか、なかなかそこから伸びなりで辞められました。あ、そうなんですね、はい、そしたらその第一号の関取はその大紀光関ということで、はい、その次が武蔵丸です。次は武蔵丸と若野家が同時にね、同時に新重量は同時に、はい、2人そうした一挙に関取、そうですね、91年の7月場所かなんかに、はいはい、新十両に上がりました。そうですか、うん、でその武蔵丸関の方は、うん、もうトン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 ともう大部屋に帰ることなく、大関になったら個室の大きい部屋に移るぐらいに、どんどん出席していきましたんでね、2年後には、はい、武蔵山が、あ、武蔵山関もトントン拍子でしたよね。幕下付け出しで2場所連続幕下優勝で重量ですから、もうほんの大部屋にいたのはほんの、そうです、たまたまそれが、幕下付け出しの場所が僕幕下だったんで、武蔵山が土俵下でこうやって見てましたよ。控えでそういう時期もありました。そうなんですか、でもそこで全勝ですから、次の場所も全勝して十両に上がったのが93年5月場所が新十両でした。そうですか、早いですね。だからそこでまた1個個室が埋まり、その後はどういう方が
か。中学卒業と同時に奄美、はい、大島から来てた重の海っていうね、はい、力士が巡業一場所だけなんですけども、はい、上がって個室を使いました、で、武双山と同時幕下付け出しで入ってきてた、はい、中央大学でアマチュア横綱にもなった、はい、武哲山っていう力士が関取に上がりました。そうですか、うん、そしたら松武蔵さんが武蔵川部屋にいる間に関取になったっていうのが、うん、そしたら大紀行、武蔵丸、若野山、武双山、重の海、武哲山、そうですね、6人の関取の誕生を見てきた、はい、見てきました、ということなんですね、はい、もうそれからもう出島とか雅山なんかね、大関に上がるクラスの力士がどんどん入ってきて、あ、そうですか、あの出島関とは一緒にはならなかったんですか。出島関幕下付け出しにデビューした時に、はい、僕の最後の春場所だったんで、入れ替えるみたいな感じで、そうです、だから大阪場所で一緒の部屋で生活してましたよ。あ、そうなんですか、うん、そんでまあね、雅山さんなんかはそしたらその後に、まあ、もうまるっきり後から入ってきた力士ですね。まあその個室の質問なんですけども、うんうん、まあ、個室はねそれからどういうふうに使っていったか、どういうふうに、うん、抜けていってそこに入っていったか分かんないですけども、うん、もう個室がちょっと足らないぐらいに関取が増えていったのではないでしょうかね、うんうん、そんな時に、まあ、この間もちょっと話出ましたけども、うん、武蔵丸さんなんかがもう近くに部屋借りてというような、そうですね、まあ、そういうふうなこう、ね、循環なんかもしていてるということなんですね。はい、ね、関取の部屋っていうのはどこの辺でもね、必ず少しは用意してあるはずなんだけども、絶対用意してあると思います、でもまたそれはね、そこに入るよっていうね、一つのこう、モチベーションにするようなそうです、ね、葉っぱかけなのかもしれません。そうですか、はい、そんで、まあ、残念ながらね、こうその最初にあった建物の個室っていうのは日の目を見なかったっていう、関取としてね、そこから関取が出ることはなかったですけども、戦後にはもうどんどん関取が出て、もう個室が足りないぐらいに、そうですね、武蔵川部屋のもう教会の一大勢力を築く時代になりましたね。そうですね、はい、いかがでしょうか。まっチャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。本日もありがとうございました。また明日、答えをお待ちしてます。